はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはストーカーレジェンドオブザゾーンということで、チョルノービリ、その惨劇は終わらないって結構物騒なタイトルだな。近畿に、踏み入るサバイバルホラー FPS とあるのですが、ストーカーレジェンズオブザゾーントリロジーということで、まあ、トリロジーだからまとまってんだよね、いろいろお話が。ということでちょっと見ておくと、はい、全世界累計販売1500万本を突破したサバイバルホラー FPS、ストーカーシリーズの初の構造類触版がついに登場。リマスターに伴うグラフィック等の高画質化はもちろん、一本にストーカー3部作を収録ということで、なるほど。2007、2008、2010年であるから、これは PS3 ぐらいの時代かな。か、その時代のパソコンなのかな。まあ、そういうタイトルがまとめて移植なんですけど、実は、このストーカー2っていうのが、9月ぐらいで予定が出てるんで、多分それに伴うこの発売なのかなっていうのが1個と、あとここ数年ね、セガさん海外タイトルのローカライズものをこう売ってて、それがセガブランドをつけてるセガ流通ものだけど海外のみたいな、なんかちょっと複雑なものを結構やってるんで、多分そういうノリのタイトルの一つなのかなというような印象があります。で、ダーチできすぎた。現地取材をもとに再現されたチョルノービリの原発跡地周辺のオープンワールドを舞台に、 NPC たちの自立行動を実施した A ライフシステムや食料、医療品、武器、弾薬などの資源管理など FPS の先駆的な要素の実装により、今なお多くのファンから支持されるあのストーカーシリーズ伝説の3部作がこの1本にということで、これはでもなんだろう、こう発売をこういろいろ待ってた可能性もあるしね、待ちきれなくて出した可能性もあるしね、まあ、もともとこのスケジュールだったのかもしれないけど、はい。ということで、底知れぬ謎と不吉な脅威に満ちた場所ゾーン。1986年に爆発事故のあったチョルノービリ原子力発電所跡地の立ち入り禁止区域である。2006年再び原因不明の大爆発に見舞われ、放射能の影響によると思われる突然変異は貴重なアーティファクトを持つアノマリー飢えたミュータント、一攫千金を狙うストーカーと強欲な悪党どもをこの一体区域に縛り付ける。ゾーンはあなたに何をもたらすのか。まあでもそういうところで3回戦ってるわけだよね、3部作だからね。チョルノービリ、ウクライナの首都キーウから、135キロにあたる都市。1986年のチョルノービリ原子力発電所の爆発事故後の、封鎖されていた地域で、2006年再び夏の爆発事故が発生する。その影響により周辺半径 30km が再び放射能汚染の被害に遭い、2012年、放射能汚染により立ち入り禁止となった区域にゾーンと呼ばれる謎の脅威に包まれた未知の領域が突然として現れたということで、まあここの辺からがファンタジーなのかな。ストーカー、はい、そうか、タイトルになってるストーカーか。さまざまな理由からゾーン周辺で暮らしている人々、ミュータントやアノーマリー、ゾーン内に形成される様々な脅威のある未知の空間が目撃される区域であり、アーティファクト採取や生死に関わる過酷な依頼を受け負い、その見返りとして多額の報酬を受け取って生計を立てていると。設定は分かったけど、で、生態系シミュレーター A ライフ。マップ内にいるキャラクターたちが独自の判断で行動し、ストーカーの派閥間での抗争を始めたり、場合によってはプレイヤーが先んじてミッションを達成する可能性があるなど、NPC たちの生態系をシミュレートするシステムが実装されている。こうシェンムーの先を行ったって感じなのかな。わかんないけど、適当。
RPG 的な探索要素、現地取材や資料をもとにチョルノービリ周辺が再現され、独特な、荒廃感を創出、野犬が徘徊する原野、荒れ果てたかつての集落、誰が根城にしているかわからない、建造物、空調や光源以外は、稼働を止めた不気味な沈黙が支配する工場内部など、多種多様なシチュエーションは好奇心をかきたて、時には恐怖を煽りつつも 未開の地を行く楽しみがある。だからこうやっぱ原発事故があった後のそういう地域にはなんかちょっとあの得体の知れない何かがあるっていう、そういう系のノリなのかな。ちょっと嫌な感じもするけどね。で、FPS と。まあ、ちょっとグロテスクなキャラクターを出せるっていう、まあ、そういう感じなのかな。まあ、悲惨さは当然あるんだけど、なんか、ちょっと、まあ、ファンタジー入ってるのかなっていうニュアンスはあるよね。ということで、デジタル版のタイトルはそれぞれ単品で出てるということですかね。ということで、ストーカーレジェンズオブザゾーントリロジー PS4 で、まあ、今 PS4 っていうのもよくよく考えると珍しいもんね。だからもしかしたらちょっとウクライナとかあの辺のこうね戦争が収まるのをこう待ってたんだけども、まあその後に予定してた2がもう発売時期でしたから、もうここだって出したような感じなのかなと勝手に想像しちゃうんだけど、いや全然真相知らないけどさ、なんかそういうところはあるのかもしれないし、まあ別にそういうことも関係なく単純にこれセロどうなってんだろうな、セロ、プレイステーションのサイトの方の情報だったらセロ情報出てるよね、多分もう。あ、セロ Z だ、やっぱり。セロ Z、18歳以上のみ対象の商品ですね。ということで、まあ、パッケージ版で、デジタル版はだから単品販売がされていて、パッケージ版はまとめてというところで、6578円税込みとなっています。のでね、まあ、なんだろう、FPS 好きな人にとって、ではだけどちょっとヒャッハーって感じのプレイのゲームとはかけ離れているのかもしれないけど、シチュエーションはリアルを求めつつも、なんとなくこのその先のなんか世界観みたいなのは、まあ、ちょっと一つのイフ SF って感じの切り口なのかなというような感じがしました。まあ個人的にはね、もう FPS をやると結構酔うしね、大変なんですけど、まあ多分まあいずれにしてもそのストーカー2が出る予定があるから、そこをも遊ぼうと思っている人はその前段階でやっとくといいのかなという風なタイトルに、てかそういう位置づけにしてんのかなという邪推をしてしまう今日この頃です。はい。